げる、本当あげるから。うん、おいで。うん。うん。君は法廷に来てもらうことになるんだぞ。力始めてきたのよ。杖で私のこと殴ろうとしてきた。もし彼女が重傷だったら困るのは君だ。わかるだろ。外に出るとこだったの。わかった。止めはしないが少し落ち着くように。はい。まだ怒りが収まらないようだな。もしまた彼女とトラブルになったり、誰かに話を聞いてほしいときは電話してくれ。いいでしょ。
でもさ、なんか彼可愛くなかった。超しりがるだよね。しりがる？なあ。また行くよ。イエーイ。こんにちは、田中さん。元気ですか？あ、いや、僕が送ったパワポのプレゼンについてのメールを受け取ったか確認したくて。そうなんだ。ただ、僕のメールを見たか確認したくて。送ったのが先週だったからね。ただ、確認したくて。受け取った。あ、そう。だったらいいんだ。邪魔したね。バチが当たったのよ。
手を止めてくれてありがとう。もうあそこにいるのはもう本当に耐えらんない。いつ来てもいいからね。ありがとう。明日楽しもう。ジョンに会えるよ。カレンすっごいイケてんの。彼と、うん、もうともちろん彼にね、サーフィン教えてもらうんだ。サーフィン、うん、彼の、うん、サーフボードは、うん、大きいの。すっごい大きなサーフボード持ってるよ。いや、乾杯。お酒なくなってきた。ちょっと買ってくるね。お店行くの、うん、私も一緒行くよ。うん、そんなに遠くないし、静かにしたいから。分かった。待ってるね。はい。
はい、こちら青梅警察署高橋陸。刑事さん、一花だけど。一花さん、調子はどうですか？誰かが毎日うちの家のドアの前に人形を置いてってんの。ああ多分あのばあさんの知り合いの誰かだと思う。彼女はあの一件の後にすぐに亡くなったって聞いたよ。でも2週間も前からうちに来て家のドアの前に人形を置いてってんのよ。人形？赤い着物着てて、日本人形みたいなやつ。誰かが君の部屋に毎日やってくるというのはストーキングで法に反することだ。何ができるか調べて君の家の周りを調査するよ。ありがとう。すっごい鬱陶しいの。問題ないよ。最近調子はどう？それ以外は別に大丈夫よ。もう行かないと。あ、ちょっと待って、石川さん。先週も遅刻してきたから。まあそれはいいんだけど、ただ大丈夫かどうか確認したくて。問題ないわよ。ごめん。ただ何か必要なものとかあったら言ってね。渡辺さん、はい、問題ないから。ごめん。じゃあ、
かか？僕はエイトだ。新しいマネージャーだ。君に話がある。はい。この業務通知書にサインが必要。君の業績が悪いんで、6ヶ月以内に改善しないと君の雇用を停止するという通知だ。何言ってんの？どういう？遅刻、締め切りを守らない、態度や服装の不適切。本気で言ってんの？っていうかあんた誰よ？渡辺さんはどこよ？俺はエリアマネージャーだ。渡辺はもうここにはいない。どういう意味？俺には関係ない。何があったの？ねえお願い教えてね。何があったの？渡辺は事故に遭って入院した。私のせいだわ。大丈夫だよ田中さん。とにかくここにサインだ。何の話だ？人形がいて、変な人形がいて、私の周りの人をみんな殺してるの。順番に私の友達も本当にひどい目に遭って、ケイさんも警察も殺されて。もういい、帰れ帰れ。やめろ。誰か助けて。やめろ。なんでよ。全部あいつのせいよ。
ことで話がある。なんで電話かけてこなかった？人が話してるときは聞きなさい。何の用なのよ。お母さんが先週の木曜日亡くなった。嘘でしょ。心臓発作だ。泣いてんのか。はあ、悲しむんだったら電話ぐらいできただろう。うるさい。聞いてんのか、この親子もの。全部お前のせいだ。お前の顔なんか二度見でもねえ。大丈夫。